上司との関係に悩んでる方からの質問です。やって当たり前、できて当たり前という上司の要望がすごすぎて接し方に苦しんでいます。どうしたらいいでしょうかなるほど。もしよかったらどんな人かちょっと教えてもらえるとミュート解除しますからどの、えー、と教えてもらえると助かります。声聞こえますか、えっと、あいはい。はい ありがとうございますえ、どんな人どんな感じの人ですかもう少し詳しく教えてもらえますかその上司。えっと、まあ、はい主任、主任なんですけど、はい、自分は、はい、こう、なんだろう、責任、うん、すごい責任のある仕事を任されて、それは主任が<あ>私がいや、主任が、主任が<々>、はい、上の人がね。うん、うんはい でも、学ん、習ってはない。自分は習ってない。あ、俺はそんな習ってないと。任されたも。うん、愚痴られるわけですね。あの元々もともとも自分は自分で考えてここまで来た。ほう。アピールしたいわけですね。あ、で、うんで私はもうわからないので、うん、本当は教えてほしいんだけど、うん、私はこうやって習ったことはないと。うん、自分で考えて。 で、見、はい、ますね。で、うん、<laughs> <で>うん、な、なんだろう、うん。よくわかります。えっとね。いいですよ。そのまま続けてください。こっちはね、やっぱ教えてもらいたいけど、それを習ってないって言われると業務動かないですもんね。うん。で、あのまあそれで私が失敗をすると。 ちゃんと考えないとって言われるんですよねああ。考えないとダメだよって。なんかいかにも私の考えが浅い,みたいな, <laughs> なんかこう、うん。<laughs> で、教えるにしても、なんか、もうなんかパパパパ,パッとしか教えてもらえなくて、そうね、よくわからない。 <laughs> うん、そうそうだんだん聞くのが怖くなりますよね。あはい、うん。だからもうでかついって期待はされるし、うん、もう日もさっちもいかないっていう感じですよね。まあ単純に言えばそのリーダーは本当にあに責任回避型のリーダーで。 結果的に子供っぽいんでしょうね。自分の思うようにならないと誰かにぶつけるっていうことなんだろうと思うんですね。じゃあちゃんとそれに見合うような情報をきちっと教えてくれるかっていうと、もうめんどくさくなって、それは聞いてないとか自分で考えろ。じゃあ自分で考えてやっても、そうすると自分の理想とするようなとこまで到達しないと、もうお前らもうちょっとちゃんと考えて動かなきゃね、みたいなね。まあでも 申し訳ないですけど90、90%そんな人です。<laughs> ほとんどリーダーっていうのは。まあ皆さんも多分皆さん、そんな人初めて聞きましたっていう人、ちょっと手を挙げていただけますか多分言いますよね。ほら、手挙げれないでしょということは、ほぼみんな上司ってそんなんです。で、はい、驚かれたと思いますが、私だけじゃなかったんだと思われるかもしれませんが、実は上司ってほぼそう、9割方、そんな人かな。 だから僕、記号ンボ言ってますけど、そんな感じです。うん。指示が不明確。で、考えろっていう。でも、常に他人の評価が気になるからなか、なんか、じゃあどうしたらいいですかっていうと、俺はそれは習ってない。自分で考えればいいんだって言われるし、もう9割方、そんな人ばっかりです。<laughs> 決めつけたらダメだけど、多いですね。で、大事なことは、 自分がそういうリーダーになったときに、こういうリーダーにならないために、えー、どういうところがこのリーダーの問題なのか、どういうところがやる気を失うのか、僕みたいにそうやって分析をして、で、ね、今後、自分が上に、自分がその立場になったときに、あの、そうし、ただ悲しい辛いって言ってると、これ勉強にならないんですよね。だから、あ、この人、こう、また心理科学で勉強して言うと分かる。子供っぽい人なんだなと。 幼児性が強いから時短でね、ああ、お前にならないって言って、それをぶつけるところが部下だったり、うん。で、それに果たす責任をするかっていうと、俺は聞いてないとか、俺はそこまでやってないとか。 そして、まあ、自信がないから、俺はここまで、こういう努力でやってきた。お前らは努力が足らないんだって言って、すごいっすねって言われた人なんで、もうそれはもう明らかに子供っぽい人なんで、その人のことでいちいちイライラしてもしょうがないんで、高校この程度まで自分なりに考えてやってみたんですけど、もうそれはセットなんです。これでは全然あた考えが足らないって言ったら、もうそれはあなたが言われたっていうのも、この人はこれが定食みたいなもんで、ご飯についてる味噌汁。 ごめんなさい。ごめんなさい。皆さん笑ってはりますけど。<laughs> ご飯についてる味噌汁みたいなもんやと。もうこれは、もうこの人の記事、もおっしゃる通り、この人の記事に満たすのはスーパーマンか、もうウルトラマンぐらいにならないと無理。で、無理なことを求められてることを悩む人ないんですよ。もう、この、もうだから、やれることをマイベストでやって、精一杯自分なりでやってみたって、これじゃ話にならないとか、もうちょっと考えるような、もうこれ、この人の言葉は、これ、あの、定食。 セット料金。うん。き足し、みたいなね。だからもう、それは右から左に流して、わかりました、申し訳ございませんって、一応ここでは言っときますぐらいの。うん、全然申し訳なく思ってませんけど、みたいな。心の中ではそうやって思いながら、申し訳ございません。そうだったですね。もうちょっと努力してみます、するかとか思いながら。二枚自体を持ってください。うん。これが闇の心理学です。 いいです。いや、これが、やめの心理学でい言うと、<laughs> 正常範囲の心理学です。上手い人はこれをやってるんです。だから、会社から家帰ってきて、泣くほど辛くないし、持って帰らないですだから、うん、すごい、あの、 ね、お辛いことはよく分かりますがあ、自分がそういう人じゃなくてよかったなっていうことと、そして自分で考えろって言ったら考えてやってみたんですけどで、どうしても分からなかったら考えてみますけど、この辺がどうしても分からなかったんですけど、教えていただけ、俺はそれ習ってないって言ったら、もう一度考え直してみますって言って、周りに一生懸命、このどうしようもない上司の元で私は頑張ってるってアピールをしといてください。ケラケラ笑ってね、うん。だってもうねない、負けたらダメです。 負けたらって、もうダメだーじゃなくて、もう、もう、で、ね、あ君はもう、頭もっと考えたわって言われたら、そうですね、もうちょっと努力してみますと、一応言っときます。ここではねって。頭下げながら、舌出しといて、べーって <laughs>、うん。まあ、あなたの望むようにできるのは、スーパーマングレらチャーみたいなね。うん、ね子供みたいなね。 よくそれでリーダーやリーダーになったのは偶然なって、だからそれをもう誰も認めてくれないから、俺はここまで立ち上げ、叩き上げでやってきたなってもう自分で言うしかないよねみたいな。ご苦労様おめでとうもうこれぐらいね、あの自分の中で遊ばないと、あの、この世界はストレス溜まるよね。ただね、そのリーダーがちょっとでも、いつになく、いつになく、1ミリでも2ミリでも、 ほんのわずか教えてくれた時に「すごい今日分かりやすかったです」とか言ってもらって助かりましたとか「ご指導ありがとうございました」っていうことを100倍言ってあげてください。そうするとちょっとは向こうは人間と褒められて嬉しくなるんで特に子供っぽい上司はそうなんです。いやご,ご指導いただいてあれすごくうれしかったんです誰々さんがすごい仕事の出来だなっていやもう実は部長にご指導いただいてって言ってああって。 もう本当のおかげさまですって、もう嘘800、五5万、死ぬほど言って、そしてもう手のひらで動かす。あのね、これ、卑屈になってるわけでも、おべっか使ってるわけじゃない、バカな人に対してはもう、もう、ある意味で、正攻法でやってもしょうがないんで。 もう子供みたいな感じで、褒めたら単純,化に単純で人間と繰り返すんで、もうこの人が指示与えてくれない人が指示与えてくれた時に感謝ありまし今日、私の話をちょっと聞いていただいたおかげで、話しているうちに整理ができたんですが、もう私のために時間を取っていただいてありがとうございます。こういうふうにいっぱい言ってください。もしあなたがちょっとでも向こうが変化したときにそれを見落として、はい、分かりましたってやったり、あこうしましたおきましたって言ったら、向こうもこのまま変わらない。 だからやっぱりこっちの努力もいるんですよね。向こうがちょっとでもこっちが望んだような動きを1ミリでもしたら、その1ミリを100メートルぐらいに肥大化して、すごい助かったんですって言ったら、その相手を変える方法もないわけではないです。いいですか、はい、そ,れのその努力する方が多分ストレスはたまらないと思いますよ。ね。はい。やってみてください。いい質問でした。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。